タカチャンネルの動画ショー、ゴジラよ世界に羽ばたいてくれ。タカチャンネルです。今回はついに見てきました、ゴジラキングオブモンスターズ見てきましたよ。はい、感想動画でございます。この映画はですね、5月31日に公開されましたね。で、今日は6月4日なんでちょっと間隔空きましたけど見てきました。今回見た上映方式なんですけど、 MX4D の 3D 吹き替え版ということでね、 MX4D とはね 4D 上映の一つでして、結構もうすごかったです。もう結構というかかなりすごかったです。迫力がもうすごいです。とにかくね、迫力がすごくて、去年見たね仮面ライダーアマゾンズはね 4DX というね上映方式だったんですけど、 MX4D というのはね 4DX よりは劣るというねレビューがネット上でね広まってたんで、ちょっとこれは 4DX の方がいいんじゃないのかなと思って最初 4DX から見ましたけど、今年はもう MX4D 家から近いところにね MX4D のね上映してる映画館があったんで見てきましたよ。 MX4D でしかも 3D、 このメガネ 3D のメガネなんです。 3D メガネをして見るってことで、ほんとね飛び出してくる感じがね、ほんとねすごかったです。もう没入感も塊ですね。とにかくね、目の前にね、ゴジラがいるっていう感覚、ゴジラがいる、もう怪獣、他の怪獣たちも暴れ回るんですけど、もうすごいね、もう怪獣がブワーって来て、もうその迫力がもうすごかったですね。ブワーっと来てて、もう、ガーって揺れて、ほんとね、ドキドキさせられましたね。で、アマゾンズの時はね、血しぶきがね、結構出るんで、水が結構かかってたんですけど、今回のね、映画ではね、もうプシプシ風が吹いて、でも席がグワーって揺れて、で、戦闘機乗ってる感覚を味わえる。そんな映画でしたね。MX4D はね、4DX とね、何ら変わらないですね。そうだな。このパンフレットもね、限定版だったんでゲットしたんですけど、やっぱなくなってしまう可能性があるんで、公開日にゲットしたんですよ。通常版と何が違うのっていうとですね、なんか十何ページ、は増えてるそうです。増えてて説明書きが増えてるらしいですね。あとこのケースがついてきます。それ以外はね特に変わってないんですよね。特に変わったものはないんですけど、でもやっぱ限定版っていうものに釣られてしまって、僕はもうこれを買ってしまいました。僕は限定版に釣られるそんな男ですというわけなんですが、こちらねほんとねネタバレ嫌いな人には申し訳ないんですけど、あんまりネタバレしないように話しちゃうと、お前本当に見てきたのかよっていう話になっちゃうんで、ネタバレを嫌いな人はね、この動画を一旦止めて、映画を見てから、この動画に戻ってきてください。よろしくお願いします。さあ。ここからはね、ネタバレ OK な人、もしくは映画を見た人、が動画を見てると思うんで、どんどん言っていきたいと思うんですが、まず冒頭からねお話しするとね、もうねいきなりモスラの幼虫が登場しますよね。モスラの幼虫がねもうどんどん糸を吐いて人間をねやっつけるんですけど、でもねそのねキーワードの一つにねオルカっていうのがあって、オルカっていうのは何かっていうとですね、怪獣をコントロールするね、装置なんですよね。そのコントロールすることはいいことなのか悪いことなのかで人間側がね、揉めるんですよね、結構ね。で、そこもね、結構ポイントでして、ある女性がね、モスラをね、コントロールしようとするんですけど、そこはうまくいってね、いったと思ったら、怪しい組織が出てきちゃってね、女性とね、その娘が捕らえられてしまうんですよね、怪しい組織にね。モスラもう暴れ回っちゃうし、もう、モスラ、もう成虫になった時にね、あまりにも綺麗、美しいんで、人類側のね、一人がね、美しいっていうことを言ってたんですよ。で、ほんと綺麗でした。ほんとモスラの成虫は。はい。なんか青白くね、光っててね、はい。まあ、ゴジラもね、青白くね、光るんですけど、この絵だけ見てもね、やっぱ迫力が伝わりますよね。この2014年にね、公開したゴジラ、その続きの話なんですよね、ちょうど。で、間にね、キングコングドクロ島の巨神というのがね、入ってて、設定上ではね、その間がそれなんですけど、物語の設定もちょうど5年後になってて、
非常に分かりやすいんですよね。その2014年に公開したゴジラも見ていただくことをお勧めします。僕はちょっと予習が足りなくて、その2014年に公開したものは途中までしか見れてないんですけど、キングコングドクロ島の巨神は全部見ましたけど、ドクロ島の巨神を見てね、ちょっと思ったんですが、人が殺されるシーンが結構多いんで、多かったんで、ちょっと生々しいシーンが多かったんで、ドクロ島の巨神はね、だからね、ちょっと怖いなと思ったんですけど、でもね、このゴジラキングオブモンスターズは意外とね、なかったです、そういう生々しいシーンは。芹沢博士が17体の怪獣がいるって言ったり、そのモニターに映し出された怪獣たちがね、見てね、思ったんですけど、怪獣総進撃を思い出したんですよね。そのオマージュかなと思ったんですよ。そしてね、初代ゴジラを溶かしたオキシジェンデストロイヤーというね、最終兵器がありますけど、はい、そちらがね、登場するんですが、やはり昭和作品のね、オマージュですよね。でね、ゴジラとね、もうキングギドラとの一騎打ち、これが結構メインになっているんですが、特にね、キングギドラはね、ぶっちゃけグロいです、グロテスクです。はい、キングギドラはね、ゴジラに首を取られて、そっからね、首取られた首がね、ニョキニョキ生えてきて再生するところがね、またね、グロテスクでリアルでね、面白かったですね。これみじこさんからね、コラボした時に教わったんですけど、キングギドラの司令塔は真ん中の首だっていう風に言ってたと思うんですけど、その真ん中の首がね、そう、司令塔であることを象徴しているかのようなシーンがありましたね。それは何かというとですね、人類を攻撃するなっていう風に、真ん中の首がね、両サイドの首に噛みついて、で、攻撃するなっていう指示を出したみたいなシーンがありました。四大怪獣がメインとなっている作品でして、ゴジラ、モスラ、ラドン、キングギドラなんですけど、ほんとね、ラドンもね、キングギドラと戦ったりね、モスラもラドンと戦うし、ほんとね、怪獣の見せ場っていうのがちゃんと作られてて、よくぞちゃんとこの132分の間に収まったなっていう感じですね。芹沢博士が一度オキシジェンデストロイヤーでやられたゴジラを核ミサイルで復活させようとするんですが、そこがね、またね、悲しいんですけど、芹沢博士がね、死んでしまうんですよね。爆発してね。ゴジラが、キングギドラの首を一本加えて、それで熱線をまた出してるシーンがあったんですけど、すごいなと思いましたね。グロかったですね、あれはね。さすがハリウッドって感じでしたね。ゴジラっていう作品のね、良さがね、ほんとふんだんに詰まってましたね。これちょっとね、MX4D で見たからかもしれないんですけど、話の内容がね、ちょっとね、よく、わからなかったっていうのもあるんで、通常版で見てみたいなと思いましたね。4D 上映と通常の上映、両方で見ていただきたいなと思いました。はい。なぜかというとですね、やっぱね、迫力の違いを知ってほしいんですよね。4D 上映ならではの迫力、もう、アトラクション気分は味わえるんですよ。ほんとね、没入感が半端ない。ほんとに没入感。陶酔感というかね、没入感というかね、はい、そんな感じでね、この映画の中に入っている感覚を味わえる。僕もね、後からね、ちょっとね、通常は見たいなと思いましたね。ディズニーランドのスターツアーズってわかりますかね。スターツアーズのに乗っている感覚が味わえますね。まあね、とにかくね、4D 上映で見たら本当にいいと思います。飛び出てくる、あと目の前にゴジラがグワーってこう来た時に、目の前に来た時にっていうかね、なんだろう、こう目の前にゴジラがいるんだって感じが味わえるんですよね。この四大怪獣のね、活躍をね、もう迫力満点のね、映画なんで、ぜひ見てください。もう一回見てみたいなと思いますね。はい、もう一回見たいと思いました。次は通常版で見たいと思います。今後もね、映画の感想動画メインチャンネルで公開しようと思ってます。はい、メインチャンネルで今現在は200人超えてるんで、って言ったらまたあれですよ、チャンネル解除しないでくださいよって、よろしくお願いしますよ、お願いしますよ。というわけで今回感想動画でした。次回もまた見てくださいね。グバイ。ちょっと顔焼けたでしょ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。
こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。